コブスパーティー実況続きやっていきましょう。ほいほいほい。どこやっけ、この部屋。セーブしに戻ってきただけなんだよね。はい。とりあえず、じゃあ、道が開けた、階段の先、はい、進んでいきましょう。まあ、とりあえず進めるようになったからいいけど、ただこれさ、あれじゃね、幽霊の男の子が徘徊してるフロアじゃねえの。時間軸が違うから多分いないのか、どうなんだろう。同じ空間じゃない。でも、ああいうのってなんかそういうの超えてきそうな気がするんだけどな。次元とか関係なしに。下校時刻を過ぎています。残ってる生徒はもう帰れません。 絶望を突きつけられた。まあ、帰れないんだけどさ、現に。いるし、いるし、あ、直視しちゃダメなんだよね。暗い。けたり、塩。あ、逆か。この学校のことを知りたければ、棚や張り紙は、漏れなく、調べた方がいい。他の監禁被害者の残してくれたメッセージは、この学校の呪いを解く、紐解く、道しるべとなってくれるはずだ。なるほど。何時逆さにしたんでしょうか。昭和の段階って、いや、左からだよね。右読みだった時代って いつなんだろう。ちょっとその辺詳しく分かんないですけど。お。2。まだ大丈夫、まだ大丈夫。寒い。私の体から体温がどんどん染み出していってるのが分かる。さっきから鳴りやまない。この嫌な音は何だろう。耳が痛い。思考が定まらない。脳の周りに薄い膜が張っている感覚。そういえばさっき死体のそばにダイングメッセージを見つけた。この校舎のどこかに長さの変わる廊下があるらしい。ああ、これチャプター2じゃねえな。3の冒頭かなんかで、なんかそのことについての会話があったような気がしたんだけど。それよりも、人の死体を見ても何も思わない。自分の感覚が嫌。ああ、ホラゲーのやりすぎですかね。確かに、まあ俺も特になんとも思わなくなってきたよ。ただぶっちゃけサトシ君たちってまだ死体は見たか、見たか、見たか。そうだ、見たね。あの教室で見たね。通れねえ。いや、これぐらい乗り越えろよ。これぐらい上乗りゃいいだろうよ。めんどくせえな。はあ？殺してねえし。追ってくる？これ。追ってきそうなんだけど。大丈夫？魂の残り、汚らしく残った炭素の塵。汚らわしいそのむくろ。大いなる救いの時のために、丹念に磨け。主はいつも見ている。ちょっと何言ってかよくわかんないわ。アトラザンの幽霊は仕方でいいでしょう。さて、ここは？保健室か、ここ。ここ保健室だよね。開いてない。っていうことは、ナオミと聖子よりも前か。ついでに言うとあれかな？ヨシキたちよりも前か。一番新しい、一番最初の、あれか？どうなんだろう。でもここには相変わらず板を渡してあるんだよね。時間軸とかあんま関係ないのか。無残な白骨死体が横たわっています。ボロボロになった制服に名札がくっついています。聖マリアンヌ大学附属高等部2年1組、杉井恵。これは何？光るものって取るけど。用途不明の鍵。
これまた杉田さんのイベントが見れる感じか。川屋、手前男子学生用、奥女子学生用。お兄ちゃん、どうしたゆかちゃん、おしっこ？ん？どうした？ゆか、おトイレ行きたい。来ましたね、コープスパーティーの、まあ、名物の一つと言ってもいいぐらいの、これゆかちゃんのおトイレイベント。うん、そうか、そこに川屋って書いてあるから行ってこいよすげえなんか厳重に板で打ち付けられてんだけど、使えるんすかその川屋。うん、ゆか、ちなみにどっちだ？おしっこ。何かあったら呼べよ。何があるかわからないから、待ち時間は聞いとかないとな。本当だよな、これ全てのホラーゲームの主人公に言ってほしいわこのセリフ。大事よ待ち時間は。バールのようなものがあればな。さて行きますか。あれー、お、もう平気か？お早いご帰宅で。お兄ちゃん、ダメだった。ん？何が？ダメみたいですね。なんてこった、パンナコッタ。あれじゃ無理だな、別のトイレを探そう。っていうかもうこんなボロボロなんだからその辺ですればいいと思うんだけどね。俺だけでしょうかそう思うのは。我慢できるか？男子トイレがなんとか使えたらいいんだがな。なんで男子トイレだけあんな厳重に封鎖されてんの？なん、どの時間軸でもそんなことなかっただろうよ。あ、違うか。最初このサトシくんたちでここに来て釘が打ち付けられてあったからここ入れなかったっていうだけなんだ、最初。だサトシくんたちの後に到着したみんなはもうこれ外した後だから男子トイレに入れたってことか。そういうことか。っていうことは、後にこのサトシくんたちパートで、ここ、こじ開けることになるのか。そういう先読みもできるんだ。面白いね。最初コープスやったときさ、あ、このゲームやったときね。やっぱそういうことをなんか並行して考えながらやるっていうのをね、放棄してたから。やっぱ怖いやん。そういう思考がさ、やっぱ追いつかないというかさ、いろいろ考察しながらやるっていうの無理やん。いっぱいいっぱいなんだよ、このゲームを進めるっていうこと自体が。ここの鍵かよ。多分ろうそくないでしょ。ごめん、あれ、あれ、どういうことだ。ちょっと待って、ろうそくの位置も変わってるしな。これもうわかんねえな。ん？ナオミ？あんまそういう時間軸的なそういうのは関係ないのか。気にしたら負けって感じ。ぶっちゃけその辺も気にしなくても全然楽しめるんだけどな、このゲーム。まあ3でいっか。おい、そういえば喉乾いたな。現時点で飲めるものは一つだな。あれ、あれ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 、解剖図が見れない。なんでだろうなんでだろう。今月の目標、石鹸で手を洗おう。レベル低っ。あ、ここ小学校かそっか、ここ小学校か。うん、意外と埃っぽくないんだな、ベッド。まあ、別の空間でヨシケくんが土足で上がってましたけど、うん、お兄ちゃん疲れた。そんなことよりおしっこ大丈夫？ん？そうか、お前は少し休んでいくか。こうサトシくんがね、こう足広げて抱えてあげて、そこの穴に向かってシーって差し上げればいいのにね。お
万事解決だと思うんだけど、それで仕方ないな、俺は平気だから休もうぜ、そこは休んどこう、休憩できるときに休憩しとかないとね。仕方ないな、ちょっと休むか、お前一人にするのも心配だしな、うん、というかね、やっぱホラーゲームにおいてそういう単独行動って取っちゃダメよ、死亡フラグになるから。お腹すいた。ああすいたな。そういえば俺もお腹すいてきたわ。今何時かな。お母さんのご飯の時間じゃないかな。時計止まってるからわからないな。時間がわからないって地味に怖いよな。帰りたい。人間結構時間に縛られてる生き物だから。大丈夫だ、絶対に脱出するぞ。1日2日ぐらいだったらまあまあまあって感じだけど、結構それが長く続いてくると精神おかしくなってくるよね。ナオミやヨシキたち仲間と合流できればきっと何かいい方法が見つかるさ。ましてや外もさ、朝なのか夜なのかもわからない状況だからさ。あいつらだってきっと今頃脱出の術を探っているはずだ。今がどれぐらいなのかっていうのがわからないとやっぱ体壊れるよね。合流した時に恥かかないように俺たちも頑張ろう。なんとかなるさ、心配するな。そんなことよりゆかちゃんトイレ大丈夫なの？うん、お兄ちゃんの言うことだもん。ゆか信じるよ。ゆかきっとなんとかなる。窓も開かないこんな状況で、それはしかし現実を突き崩すだけの力を持たない紙のように薄い言葉だ。だがそれでも今は生きるために信じる。盲目的にただ希望だけを信じる。今の俺たちにできることはそれしかないから。よしき、ここは頭が割れそうだ。てめえらいい加減にしろよ。どこだ？これ今ヨシキ君の状況なのかな？待って、この音は。うわー来たよ。夢か。しまった、うとうとしてしまったか。この状況で寝れるってでも結構神経ずぶといよね。何やってんだ俺、本当に寝てどうするんだよ。まあでもやっぱ寝てるときはね、寝れるときは寝とかないと。お兄ちゃん、お家じゃない。ゆか、泣くな。もう少しだけ我慢だ。これ中学生だからね。何度も言うけど、ゆかちゃん中学生だからね。見た目だけじゃなくて精神年齢まで幼いよなこの子。無事に帰ったらコンペイトを買ってやるから。コンペイト。
上庵のコンペイト。ああ、この前食べたがってたろ。我慢する。よし、偉いぞ。こいつは食べ物だな。ちょろい。ナオミのやつが心配だ。篠原か誰か仲間と一緒だといいが。篠原って誰？篠崎じゃないの？サトシ君サトシ君、クラスメイトの名字間違ってない？え、篠原って誰かいたっけ？誰篠原って？鈴本、森重、岸沼、篠崎。あれ篠原って誰？あ、聖子か。聖子の名字か。篠原聖子って言うんだ。あいつ気強いけど心はそれほど頑丈じゃないからな。残念ながらもう。さあ行こう。ゆか、立てるか？大丈夫。なんかもう早々に聖子がフェードアウトしちゃってるからさ、時々なんか忘れちゃう時あるんだよね。疲れたらまた休みに戻ってこよう。あんな衝撃的な死に方したのに申し訳ないわ、なんか、うん、そんなことで、ゆかちゃんおトイレは大丈夫なの？これ見逃しになんか出現したんだけど。とりあえず現時点で多分分岐は起きてないと思うから。いや起きてるか。あのお守りが受け取るか受け取らないかっていうところ以外は多分なんか分岐的なことは起きてないと思うから、まあ多分大丈夫だと思うんだけど。古い新聞。続報。あ、でもこれ読んだよね。あ、読んだ読んだ読んだ。ここの保健室にあったこれをまゆちゃんは拾ったのか、もしかして。で、よしきたちの手元に行ったのか、そういう流れ。お兄ちゃん、この写真の子。ああ、この赤い服の女の子と半ズボンの男の子はさっき見かけたな。よく見ると新聞に赤いペンでメモが書いてあります。おっと、子供霊に仲間が殺される、法則目的、呪いの拡大化、メッセー、舌がない子供たち、首のない女の子、赤い服の女の子、被害者の子供、怨念、旧校舎を形成、脱出。脱出、いい言葉が出てきたね。ただえ、これはあゆみちゃんの声だよね。篠崎の声だ。行こう、ゆか。っていうことはちょうどあれか、よしきと別れたとこか。別れたとこだ。なんだこれは。何かを引きずったような跡がべったりと床にこびりついています。とりあえずなんかある。鉄の棒のようなものが落ちています。何？おお、エクスカリバール、エクスカリバール、エクスカリバール。またの名を、ドンキのようなもの。あ、違う、ん？こちらってるっけ？あれでしょ？トイレの、男子トイレの壁を引き剥がせるっていう、こっちだよね。ああ、起きてる起きてる起きてる。ってことはやっぱあれだ、まゆちゃんはもう死んだ、別の次元でまゆちゃんが死んでしまった。そう、俺この逃れられないこのイベントがあるからね、まゆちゃんの推しは
できなくなってしまったもうすげえ精神に来るんだよな。いったれ。よし、ゆか、もう我慢しなくて済むぞ。助かった。させねえよと。ないさせねえよと。意地でもゆかちゃんにトイレに行かせてあげないよと、ゲーム側からの強い意志を感じる。参ったな。苦しいよな。暴行になるよ。俺外に出てるからさ、我慢できないならその辺でしたらどうだ。本当だよね。やだ、我慢する。なんなのその無駄なプライドは。ええやん、もうどこでも。よくないよ体に。そうか、無理するなよ。仕方ないことなんだから。あーすごいね個室だけ持ってかれたな。丸々個室のとこだけ持ってかれたな。素人欲しないものには到底だ。あーこれ読んだね。うん、最後まで読んじゃいけない。3だからまだ大丈夫。三つ春くんはどこにもいない。やっぱりもう会えないのかな。だけどコンタクトを取る方法は思いついた。彼が教卓に書き置きを残してくれたのだ。空間が違っても校舎が一緒ならこうやって連絡が取れるんだ。でも足りない。筆談じゃ温かさが足りない。ふざけて叩いたりする触れ合いとか、体温じゃなくてただ顔が見たい。いつも会って話してた。それだけのことか。今となっては何者にも代え難い、とても幸福なことだったなんて。こんな寒さで指すら動かなくなってきてから気がつくなんて。なんかちょっとナオミとサトシに通ずるものがあるような、この関係は。さて、まあ男子トイレもダメだったわけですが、ゆかちゃんの暴行がピンチ。なんか聞こえた。正面の音。やつが来るぞ、やつが。変態が来るぞ、変態が。いい顔してますね。なんかいいことでもあった？森重、お前無事だったのか。ガラケーなところに時代を感じる。持ちだ。お前も無事だったのか。え、っていうかあれだね、あのまよちゃんの死体がこっちの次元にも現れてる。繋がったのかな、空間が。安心したよ、クラスのやつがいてな。あ、なんか不穏なものが見えますけど。なんなんだこれ、まさか人の。おめえゆかちゃんになんてもん見せつけてくれたんだよ。見ていられないよね。多分それ人の粉砕したい。胸部の肉が見えたから多分女性。多分じゃなくて女性ですよ。嫌なものを見た、吐き気がするよとぼけちゃって写真撮ってエンジョイしてたくせに。いい笑顔でしたよ。とても楽しそうな顔してたよ。自らの欲望を満たせるような、凄まじい満足げな顔をしてたよ。とにかく無事でよかった。他の奴らには会ったか。いや、さっき気絶から覚めたばかりで誰とも。バラバラなんだよね多分ね、この学校に行き着いた順番も。そうか、こっちも妹のユカ以外誰も見ていない。最初のあれかな、床が抜けた時の落ちてった順番なのかな、どうなんだろう。多分最初はサトシくんたちでしょ。だって
だからその落ちてった順番によるんじゃないのかな、この校舎に着いた順番っていうのも。どうなんだろう、ちょっと最初の動画見返さないと分かんないけど。じゃあマユにも会っていない？ああ、あいつきっとどこかで震えて泣いてる。目の前にいるじゃん。なあ、お前がさっきまで楽しそうに撮ってたそいつがマユちゃんだよ。俺がそばにいてやらなきゃいけないんだ。めちゃくちゃ至近距離にいるぞ。確かに鈴本はきっとお前に会いたいだろうな。どうする、一緒に探すか？いや、別行動の方が他のやつとの遭遇率も上がるし、もう少し探してみるよ。分かった、じゃあ後で1の A の教室で落ち合おう。誰かに会ったらそこに集合するように伝えてくれ。俺たちもそうする。気をつけろよ。分かった。死体性愛者ってネクロフィリアってんだっけ。何あれ、お腹の高み、なんか性癖とかフェチを診断するみたいな感じのサイトでそういうのを見たことがあるような気がするんだけど。ちなみに俺はあの友人にウロフィリアって言われました。大丈夫だ、見ないようにしよう。さあ行こう。結構ね、いろんな特殊性癖っていうものがあるみたいだね。あの人、さっき写真撮って炎上してたね。行こう、気のせいさ。下手者好きっていうのはまあ世の中にはいると思うけども、死体好きっていうのはなかなか理解しがたいものがあるような。まあ俺が言えた口じゃないけど。で、何の音今の。ここじゃない。とりあえずちょっと保健室に戻ってセーブだけさせてくれ。そろそろゆかちゃんの暴行が心配になってくる頃ですけど。やっぱね、こういうゲームやってるとああいう感じにちょっと頭おかしい系のやつがいてくれないと、まあ、盛り上がりに欠ける部分があるからね。そういう枠は必要なんだよね、やっぱね。で、何しに行くんだっけ。待って、目的忘れたんだけど。廊下が伸びている。ああ、そういえば、上はあれなんだよね、棚が倒れてていけなかったんだよ確か。またなんかありますね。女生徒の亡骸が横たわっています。胸元に白い名札がついています。無党川女子中学校高等部成瀬三塚千早ちゃん、え、ナーナちゃん、ボイス付き。鍵？この後に及んで鍵っすか？どっかに鍵あったか？鍵？バールでぶち壊せない？もうなんかあらゆるものをバールで解決できるような気がしなくもないけど、ダメか。てかあれだな、男の子のあれがいなくなってんな。もうバケツにしたらゆかちゃんどう？何も入ってないってことだから、これから何か入るってことなんだよな。あ、ここになんかさ鍵的なものがあるみたいな。よし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 。
小さな鍵。あー、役目を終えてしまった。さらば。小さな鍵って聞かれるとなんか扉の鍵っぽくは思えないけど、でも現状ゲットできる鍵ってこれぐらいだから、正直これがあそこの鍵としか思えないんだよな。鉱物ってね、結構探索範囲広いからね、一度迷うと結構苦労するよな。頼む頼む、ここの鍵であってくれ。よし、じゃあオッケー。ベッカ来たよ。ベッカ、そうだ、別館があるとは。結構広いぞこの学校。大丈夫か？別館にも職員用とかのトイレがあればいいんだが、この柵を越えれば校舎外に出られそうだな。すごいよな、ナオミとかのあの次元の空間だったらどのトイレも自由に使うことができるのに、このね、ゆうかちゃんの時だけどこも使えないっていう風にも程があるよな。だがなんだ、この見渡す限りの樹海は明らかなゲーム側からの悪意を感じる。校舎の外周をぐるっと囲んでいるようだな。とにかくまずはこいつを何とかしてやらないと。よし、行こう。そんなトイレにこだわらなくてもいいと思うんだけどな。ん？何もないか。さあ別館だ。なんだこの校舎、空気が一段と重いぞ。痛い、頭割れそう。俺もだ、耳鳴りが止まらない。ここは長居するとヤバそうだな。ゆか、お前外で待ってるか。逆にお前この状況でよく外で待たせようと思うな。向こうの校舎の方がまだ安全な感じがするぞ。どこも安全じゃねえよ。やだ、一緒に行く。一人にしないで。仕方ないか。分かったよ、心配するな、一緒にいるから。セーブ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 。よし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 。さあ別館に到着ということで、まあ面白くなってきましたね。探索範囲が広がるのはだるいですけど。チャプター3ということはやつが出てくるのではないか。やつが、まあ誰かっていうのは後に分かりますっていう感じで、はい、まあそうですね、とりあえずじゃあ今回はここで、はい、切ろうかなと思います。そろそろゆかちゃんの暴行が心配なところ。それでは